どうもゆうさです。来ましたね、マセキダンジョン。はい、難易度はハテナ、もう難しいと聞いておりますよ。硬いと聞いております。カチカチだと聞いております。初見です。完全に起き抜けです。まだ起きて10分か15分ぐらいしか経ってませんが、ちょっととりあえずやってみたくて来ました。今日難易度シリオンで、氷系の、まあ氷のシリオンを選んだっていう感じですね。初挑戦はなぜかというと、まあいろいろ理由はあるんですけど、一番まあ比較的噛み合うやつだったということですね。いきましょう。ヤミセシ、ヴィンセント、ローザ、エッジ、エイコ、もう完全にゾンビパーティーです。ゾンビで行くつもりです。よし、ファブラガーディアン、これが鉄壁やね。ウララが鉄壁を張ってくれるとありがたや。鉄壁がないですからね、私は。自前鉄壁がない人はより辛くなってくるんじゃないかな。フレンドが使えないんで、まあそんなことは重々承知です。さあ行きましょう。位置なってるね。すごいチリチリする音が、 BGM がかっこいいのにもったいない。ここの運営さんはですね、すごいチリチリさせんの、わかります？これこのチリチリ、すごいチリチリしてるよ。ちょっとテストしてよ。もうなんかね、 BGM がヘッドホンで聞いたらチリチリするんですよね。もしかして動画見てくれてる方もチリチリしてるかもわかんないんで、ちょっと下げましょうか。すごいチリチリするわ。ゲーム、お、結構効くな。まあ防御無視をね、わざと選んできたんですよ。で、あとはもうガリアンビースト、これもうダメージを期待してるというよりか反射ですね。反射狙い、闇雲さんとどっち選ぶか、どっち連れてくるかちょっと悩んだんですけど、まあ炎属性弱点ということでヴィンセント選んできました。ただしの宣告は入れるつもりはない。途中までは多分きついん でタイムアタックとかもちろん全然意識してないです。とりあえず今回は買って、一度魔石をね手に入れたら少しは楽になるんだろうなと予想されるので、まあ、まずは魔石を取る、まず1回勝つっていうことを目的に今回来てます。まあ試しですよね、試し。ローザで怒ってとにかくゲージを貯めれるときに貯めておこうという作戦です。いいね。でもまあそんなに体力的にはじゃないか、体力的にはそこまでじゃないか。オメガドライブが強化されたとのことなので、それも楽しみ。よし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 、まあもうこれでいいっすよ。やっぱ入らんな、メッツプラのやつに。今のでも2000ちょいぐらいは入ってたはずなんですけど、入らんね。まあもちろんヴィンセントは死の宣告やってないと弱いんで。うわー、勝ったー。確かに勝てーわ、あのレベルか。まあもう反射ダメで、基本は反射ダメで頑張ります。反射ダメと忍術、忍術がすごくいいっすね。すごくやっぱり防御無視が効くな。ということはあれか、セフィロスのバースト、1個目のバーストか、あれいいっすよね。あれもらおうかな。確かあれ防御無視の攻撃2連撃かなんかで、普通に弱点とかついてる時とかだと当然あっちよりも普通に弱点ついたりする方が強いんですけど、こういう敵の場合はもう逆転しますよね。評価が一気にあっちが強くなると思われる。弱体化させられるんですな。よし、一度ね、できれば一度踏みとどまっておきたいですがね。あ、そっか、エッジで踏みとどまってるのか。じゃあ問題ないや。エイコ限界までためよう。で、ちょっと待って、ゲーム使い切ってから火炎陣の方がいいよな。っていうか数が足りんな、火炎陣も精錬してこないとまずいな。数が全然足りんですね。ブリザが
弱体化させられてるからちょいつら。ただありがたいのは単発の攻撃が多い感じかな。なんていうか状態異常にはしてこない感じでしたよね、説明を見ても。例えば氷だからストップさせてくるとかそういうこととか継続ダメとかそういうことはないみたいなので、踏みとどまるは非常に有効だと思いますね。まあ、このゾンビ戦法が超効くだろうと思ってたので、ゾンビになるよ。それがゲームヒールウェイブ、もうそこそこ削ってるもんな。ただぼちぼち多分鉄壁が切れる、鉄壁切れるタイミングでちょっと我慢してみたい気はするんですけどね。どう考えてもダメージが足りてないでしょう。一度全員踏みとどまるぐらいの怖い攻撃食らってからでも遅くはないというか、ちょっと爆地かな、さすがにそれはやばいかな。今日ブリザが、まだ多分これ大丈夫やな。まだ切れてないですけど、まだ切れてないですけど、ちょっと怖い怖い怖くなってきてる。ウィング、ここちょっと A 子待機しますわ。鉄壁完全に切れてから重ねたい。よし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 、まあこれはまあまあ入る。もう多分切れてると思うんですよね。32秒、どうなんやろ、もう切れてると思うけど。絶妙なところっすよこれ。漆黒まだ切れてないか。ホーリーレイ、ホーリーレイ入ってくれるとでかいけど、殺される前にホーリーレイが入ってくれるとでかいけど。ブリザードまだ耐えてるっぽいな。火エンジン、ホーリーレイ入った。回復してるとね、ドンと回復してるとドンとダメージ与えられるんで、メメント入れましょう。今日ウィング、ああ来てるね来てるね、見とどまった、やばい。闇セッション殺すわけにはいかないんで、ここでいきます。まず1回目、闇セシは絶対に殺せない。ただ次も危ないんで、早めに鉄壁を張るのとエッジを待機して踏みとどまるを準備しとこう。ここは怖いで、ヴィンセントかなんかで張りますか。鉄壁は津波、よし、誰も大丈夫ね、大丈夫ね、耐えてるね、耐えてるね、よし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 。危なーい、くん、危ない、危ないっす、危ないっす。ここで踏みとどまります。上書き OK、 踏みとどまるの追加融資 OK、 追加融資の方が入りました。そして鉄壁で、これでローザが間に合えば完璧なんやけど。うわ効かねえ、自傷ダメージでもうギリギリなんで、漆黒の威力は一番今マックスクラスだと思うんですけど、それで 2200×4 全然効かない。おお危ない、よしよしよし、大丈夫大丈夫大丈夫、耐えた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 よ、一本ここ一本耐えた。回復しとこうかな、いや怖い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 、めっちゃ怖い。ヒールウェーブ、踏みとどまるが切れたら終わりなんで、まあ今鉄壁入ってるんで多少大丈夫ですけどね。この鉄壁終わりのためにまたちょっと残しておきたい気持ちはある。ただダメージは割と入ってるんで、今頑張ったんで
かなり頑張ったんで、くやってくるやんか。関係ないね。よし、踏みとどまる。もう完全に装備依存で申し訳ないですね。どぎたない戦い方ですが、ダークフレイム勝ちゃいいんだよ。勝ちゃだいぶ削ってきたよ。キリンもやっとこ。フリーザーが、よし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 。ちょっとプロテがやりたいんやけど、プロテが間に合わんわ。タイミング的にないんですよね。もう今やっとくか。とりあえずやっとくか。ホーリーブライトン、どうしても前衛にいる闇刺しが食らってしまう。火炎陣ナイス、いいダメージ。ウィングかわして、ここでシェルガもやっとくか。ラストシェルガになりますか。火炎陣闇刺しが、闇刺しを一回回復してあげたい。あー、一回回復してあげよう。がっつりと、言うてもダメージソースですからね。殺したくはないよな。はい、切れた。アビーが切れたよーいと。まあ最後に向けて貯めていく感じですかね。こっからは次鉄壁が切れるのがおそらく1分8とか1分10ぐらい、あのタイマーで言うと。今日ウィング、まずエッジが踏みとどまってしまったか。耐えた、ナイス。一回耐えるかどうかで全然違うもんな。もう一段階エッジ貯めとこう。ここも頑張る。ウィング、よし、耐えた。で、ホーリーレイ行きましょうね。ホーリーレイ全開にしておいてがっつり食らいたいから、ホーリーレイ、よしよし、エッジ回復してあげて。ヴィンセントがギリギリ状態。強ウィング、ヴィンセントこれで踏みとどまったかな。踏みとどまった。よし、入れましょう。ビーストフレア、よし、タイミング完璧や。これでまず踏みとどまって、その後ホーリーレイが来るんで、即ホーリーレイが来るんでかなり回復しますんで、エイコはもう待機でもいいかもしれないとも思ってる。2ゲージ溜まってるんで、闇刺しに一発入れたいなという思いもあるんですけど、ケアル側その心の贅肉がこっちを殺す可能性があるんで、ちょっとやめときましょうかね。ここの行動次第やな。よし、これで入れよう。ダークフレームで絶対食らっちゃうんで、食らってしまうと別に死ぬのは構わないんですけど、反射ダメがなくなるのが痛いんで。というかもう倒せそうやな。反射ダメを稼ぐために回復しといてもらわないと困るってやつよね。よし、踏みとどまった。誰も死なせないぞ。エブラーナ流分身、オッケー。よし、モーター。いやー、汚い勝ち方やな。これは汚い勝ち方やけど勝ったでしょう。よっしゃー、オッケー。よし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 。まあでもこの戦い方になっていくかなと思います。魔石ダンジョンに関してはダメージが本当通らないんで、まあエッジとエイコー、そして回復バースト、そして反射ダメージ、まあ、これだけ揃えてっていう感じですね。まあマスクリも取れてないですけど、とりあえずはこれでいいかな。
マスクリ取ろうと思ったら、やっぱりアビリティ精錬してダメージもうちょっと与えていかないとダメかなと思うので、まあ、それに関しては今後の課題ということで、ノール、スノーマン、いっぱい来たな、なんかウェンディゴの魔石獲得、ノール、スノーマン、アルカナ、中語、ウェンディゴをなんかもらいました。はい、シリオンの魔石も獲得しました。はい、なんかいっぱいいっぱいもらいました。はい、ということで次からはこれを多分装着していけるんですよね。これは魔石、力は沈めましたが大きな力を感じます。文献によると魔石の力は記憶世界の戦いでも強力な力を発揮するみたい。クポ、また指導に相談してみる。クポと、まあこの辺からはまたご自身で呼んでいただくということで、ではとりあえず勝ったので一戦勝利、まあマスクリ編はまたいずれアップすることになるでしょう。まずは初見見に行って勝てることは確認できたということだけご報告でございました。では見ていただいてありがとうございました。